マデシ人権フォーラムの旗マデシ人権フォーラムは、ネパール南部、マデシ地方の地域政党。2006年に結成された。2008年のネパール政権議会選挙で第4党となったが、統一共産党とともにキャスティングボートを握り、一時有力であった。初代副大統領、パラマーナンダジャーはこの党出身。2008年8月15日、政権議会で、 ケハのプラチャンダ首相を誕生させ、当主のウペンドラ・ヤーダブが外務大臣として入閣し、連立与党となる。また、2009年5月、プラチャンダ政権が崩壊すると、ネパール統一共産党のマーダブ・クマール・ネパールを首相に押し、ビジャヤ・クマール・ガッチャダール副首相権建設大臣が入閣し、再び連立与党となったが、6月5日、ヤーダブはガッチャダールを追放。 連立からの離脱を表明し、党の分裂は決定的となった。マデシ人権フォーラムは当初は、政党ではなく、民族自決権に基づき、マデシ自治区を設け、比例代表制に基づく選挙制度と、連邦共和制の導入を要求する政治運動であった。略称、MJF。参加者の中にはかつて、ネパール会議派やネパール統一共産党など、 政党の指導者であったものも含まれている。過激な抗議行動や衝突、さらに虐殺行為を繰り返し、多くの死者を出している。2008年のネパール政権議会選挙に先立ち、選挙管理委員会に政党として登録され、52議席を獲得し、第4党となった。党首は、元ネパール共産党、元拓党主義派のウペンドラヤーダブ、 2008年大統領選挙では、マデシ系の他の2党と共に、政権議会で、キャスティングボートを握り、ネパール初代副大統領として、第4党ながら、自党からパラマーナンダジャーを出している。また、8月15日の主犯指名では、統一共産党と共に、もう卓党派のプラチャンダを押し、連立与党に加わり、外務を含む4閣僚を確保した。 2007年1月16日、フォーラムは、連邦制の導入と選挙制度について、暫定憲法改正を要求する大規模なゼネストを宣言。さらに1月18日には、幹部逮捕に抗議して、ジャナクプルで、交通遮断を宣言。翌日、ネパール共産党、毛沢党主義派が、人権フォーラムの集会で発砲フォーラム側が、 ケハの車両を停止させた結果、両車は衝突し、死者を出すに至る。1月24日、フォーラムは、ゼネストの拡大を呼びかける。2月8日、猛派の幹部チなくク,クルミラを、拉致、5時間後に解放した。1月25日、ネパール統一共産党のマーダブクマール、ネパール初期長の祖先の家を襲撃。2月7日、農症マハンタタクー領長とする政府の委員会が、 フォーラムに話し合いを呼びかける。2月8日フォーラムは10日間ストライキを中止し、条件付けで政府との交渉に入る。2月19日抗議行動、ストライキ、交通遮断を再開する。2月22日、政府は再度話し合いを呼びかけるが、フォーラム側は拒否する。2月23日、毛沢東派系の武装組織の活動家150人が、フォーラムの集会を襲撃。 以後、猛派との衝突を頻繁に繰り返す。3月7日、大規模なゼネストを再開。3月16日、8党連合の集会を攻撃。同日午後、パルサ地区のネパール会議派の事務所を襲撃。3月21日、ガウルでホーラムとケハ系団体が同時に集会を開催し、両者は衝突。12人の遺体が現場から見つかり。 さらに5キロ離れた地点で15体の遺体が発見された。その大部分は、毛沢東派の活動家であった。この虐殺行為に対し、毛派のプラチャンガ議長はフォーラムをニカラグアの反革命勢力コントラに例え、フォーラムをネパール民主化を妨害する帝国主義者の手先であると非難した。毛派の提案により、暫定議会は虐殺の非難と犯人の逮捕命令を、 全会一致で可決した。2007年4月、人権条約監視委員会は、ガウル事件を調査し、フォーラムが死に至る拷問や三件の強姦などの大規模な人権侵害を行ったと結論した。フォーラム側のスポークスマンは、ガウルで攻撃を仕掛けたのは猛派であり、フォーラムは単に報復したに過ぎないと主張した。2007年4月、政府との協議が再開する。 フォーラム側は、選挙区の削減の中止と、マデシ地方の安全の保障を要求した。4月20日から4月22日にかけて、フォーラムはゼネストを行い、コイララ首相の演説が予定されていたネパール会議派の集会を中止に追い込んだ。ストは広範囲で交通を麻痺させた。4月25日、フォーラムは政府との交渉にあたる4人の委員会を設けた。4月26日、 ネパール選挙管理委員会に政党として登録する。2007年5月、フォーラムは政府との交渉の3つの前提条件を提示した。それは、マデシ運動の間に起きた虐殺行為について調査する上級の法的、委員会の設置、フォーラム幹部への攻撃の中止、クリシュナプラサード下浦内相の辞任である。5月9日、ヤダフ党首は、ポーデル平は 再検証と非公式の交渉に入った。ヤーダブは、虐殺事件の政府の調査委員会の設置を見届けた5月26日、フォーラムの活動家に対する告訴の取り下げと、その安全が保障されることを条件に、政府との話し合いに臨む用意があると表明した。フォーラムと政府の交渉は6月1日、ジャマクプルで始まった。フォーラム側は26の要求を提示した。 その中には国家の再構築、すべての政府機関にマデシ人を採用すること、連邦制の採用、比例代表制、フォーラム幹部への国訴の取り下げ、そしてマデシ運動の負傷者に対する保障などが含まれていた。最初の会談でフォーラムの要求の半分について合意が得られた。7月25日、第2回会談がデュリケルで行われた。交渉は不調に終わった。 ホーラムの交渉委員の一人ビシュワスによれば、政府は最初の交渉で約束された責務を果たしていなかったという。政府の要望による宿題をするための2日間の猶予期間の後、7月28日、ラティプルのゴダバリリゾート村で交渉が再開された。交渉終了後、ビシュワスは連邦制、自治、選挙制度などの中心的議題については、 何の進展もなかったと述べた。第4回交渉は8月5日、ブダニル・カンタの公園リゾート村で行われた。フォーラム側は政府側の交渉チームの組み替えに同意せず、交渉は不調に終わった。政府側の提案は、交渉団にデブグルン、プラクシ・シャラン・マハト元外相、ジャラナート・カナールを加えたいというものであった。フォーラムは政府交渉団に もう東派が加わることを拒否した。8月19日、ヤダフは、コイララ首相と会談した。ヤダフは、首相は、フォーラムの要求に対する議論に前向きであると述べた。交渉は8月20日再開し、2日間続いた。しかし、フォーラムは、政府が真剣に要求を検討していないとして、席を立った。 フォーラムは8月31日までに要求に応じなければ闘争を再開すると警告した。8月30日フォーラムは政府との間で22箇条の合意に達した。その中には比例代表を含む混合選挙制度、マデシ闘争の期間中に殺された者の,の、殉職者としての地位の付与、イスラム教の祭日を国民の休日とすることなどが含まれていた。ハ長。 プラチャンダは、この合意を陰謀だと非難した。9月初め、フォーラムは、下南ンラヤを長とする中央選挙対策委員会を組織した。6月13日、フォーラムの活動家が、ルンビニ地区の共産主義青年連盟のリーダーを殺害した。6月17日から6月18日にかけて、フォーラムの中央委員会の会合が開催された。会合では、 中央委員会を解散し、臨時の委員会で党を指導していくことが決められた。6月22日、フォーラムは青年部の指導者、ジテンドラシャファが共産主義青年連盟によって拉致されたことに抗議してゼネストを決行した。ゼネストは広範囲にわたって生産活動、学校教育を妨害した。6月30日、希少力回るビシュアスは、 もしフォーラムが要求している比例代表制が導入されなければ政権議会選挙に対する妨害活動を行うと表明した。2007年夏、青年組織、マデス青年フォーラムを設立。日刊誌、ネパールサマチャパトラによればフォーラムはこの組織の幹部に軍事訓練を施そうとしているという。同志によると、マデス青年フォーラムは 共産主義青年連盟に対抗しようと組織されたという。2007年9月、マデシ人権フォーラムは分裂する。バギャナ・トグプタ副議長、希少力マールビシュワス、ラーム・クマール、シャルマ、ジテンドラ・ソナルは追放される。彼らは完全な比例代表制、選挙前の共和制宣言を要求し、政府との間の22項目の合意に反対したので、ある。彼らはまた、 ヤーダブがネパール語を唯一の公用語として認めたことにも反対であった。ヒンディー語も公用語として認めるべきだと主張したのである。追放されたグループは独自の政党、マデシ・ジャナディカール・フォーラムまでしを結成した。10月6日、フォーラムは政府が22項目の合意の一部を履行せず、マデシの安定を保障することに失敗したと表明し、投票に先立って、 選挙に対して中立な政府を形成することを要求した。フォーラムは選挙運動からの撤退を宣言、さらに11月22日から新たな抗議行動を開始すると表明した。11月16日コイララ首相はヤダフと会談し、フォーラムの要求を実現すると約束した。フォーラムは予定されていた抗議行動を中止した。11月17日ヤダフは、 首相の辞任を要求した。フォーラムとラジェンドラマハトの率いる UI 党は統一マデシ戦線を形成した。統一マデシ戦線はマデシ自治国の創設を要求した。2008年1月19日、戦線は1月23日に抗議活動を開始すると宣言した。1月20日、タライマデ市民主党がこれに加わった。1月23日に始まったストライキは、 ジャマクプルに最大限の衝撃を与えた。2月3日、戦線は抗議行動をエスカレートさせ、いくつかの州にまたがるストライキを呼びかけた。ストライキ2日目、ホーラムの活動家は、ネワールパラシで、警察と衝突した。2008年2月9日、マデシ人権ホーラム、友 i 党、タライマデシ民主党は、統一民主マデシ戦線を結成した。 新しい戦線は6つの要求を提示した。その中には、マデシ自治国の設立、自決権、比例代表制、国軍へのマデシ人の採用が含まれていた。戦線は2月11日から12日にかけて抗議行動を表明し、2月13日から無期限のストに入った。2月16日、バラ地方のジトプルで警官隊が抗議者に発砲した。 ストは16日間続き、カトマンズ盆地を物資不足に陥れた。ストライキは政府と戦線の合意で終結した。合意の中には、マデシ自治国を含む連邦制の採用、ネパール国軍への少数派の比例的採用、マデシ運動で殺された者への殉職者待遇、そして負傷者への無償の治療が含まれていた。政権議会選挙については規定の締め切りが過ぎて、 いたにもかかわらず、戦線に参加した政党の立候補届は、特別に認められた。2008年3月3日、マデシ人権フォーラムは、政権議会選挙の比例代表区に101人、小選挙区に101人の候補者のリストを提出した。しかし、フォーラムは、候補者の33%を女性とするべきで、あるという規定を満たしていなかった。 3月16日フォーラムは選挙マニフェストを発表した。そこでは、ネパールを連邦制の世俗共和国とし、実権のある大統領を置くと提案されていた。議会は任制とし、上院は民族代表員とするとされた。ネパールの各州は自決権を持ち、単一のマデ支持地区を創設するとした。また、国軍へのマデシ人の若者の採用を増加させる。 ことが要求されていた。2008年4月10日の政権議会選挙では、小選挙区30、比例代表区22、合計52議席を獲得して、第4党となった。たらいまでし、民主党は20議席、ネパール UI 党は9議席を獲得し、小党乱立の中、までし系の政党の影響力は、比較的大きなものになる可能性がある。 ガウルの虐殺の調査にも参加したインセックの報告は、マデシ人権フォーラムは2006年11月から2007年11月までの間、33人の殺人と7人の拉致を行ったと非難している。国境なき記者団は2007年6月付の報告で、マデシ人権フォーラムはジャーナリストに対し最も攻撃的なグループであるとしている。フォーラムは、 イスラム教徒の組織も持っている。組織の総書記は、モハマドナシール・シッティケである。2008年5月28日の政権議会で、連邦制の採用が議決された際、一つのマデシ自治区を要求して、他党と対立し、議事妨害を行った。ネパール初代大統領選挙では、はじめ毛沢東派のオスラムラジャ・プラサドシンを、独自の副大統領候補、 パラマーナンダ・ジャーをケハが支持することを条件に支持したが、モーハが独自の副大統領候補に固執したため離脱、統一共産党と共に、ネパール会議派の大統領候補ラーム・バラン・ヤーダブを押し、それと引き換えにジャーを副大統領に押してもらったところ、ジャーは当選し、ヤーダブは過半数に届かず再選挙となった。7月21日、再選挙でラーム・バラン・ヤーダブは当選した。 他のマデシニ党はラムラジャプラサドシンに投票した。副大統領のパラマーナンダジャーは副大統領、宣誓式にマデス地方で共通語として用いられるインドの言語ヒンディー語で宣誓を行い、マデシ以外のネパール人の品縮を買った。学生デモが起こり、ジャーに見立てた人形を燃やしたり、激しい抗議行動が行われた。ついにはジャーの自宅に爆弾が投げ込まれ、 テロの標的にまでされた。また、毛沢東派のスポークスマン、クリシュナバ・ハズルマハラは、ジャーフク大統領の行為を、反憲法的と非難している。2008年8月15日の主犯指名でプラチャンダを、押したフォーラムは4閣僚のポストを確保した。党内で協議した結果次の4人が入閣した。2009年5月、プラチャンダ首相が、軍参謀総長を更迭し、 連立与党の離脱によって、辞任に追い込まれると、計画大臣のガッチャダールが中心となり、ネパール会議派、統一共産党と共に、マーダブ・クマール・ネパールを主犯とする、ヒケ派連立政権樹立に動く。ガッチャダールは副首相として入閣したが、ネパール政権樹立に消極的であった、ヤーダブ党首は、ガッチャダールら7人の幹部の除名処分と、連立離脱を表明し、 党は分裂した。people's rights を人権と訳すのは適切とは言えないが、日本の外務省の文書をはじめとして、マデシ人権フォーラムが日本語圏で定着しているので、あえてこの訳語を採用することにする。ありがとうございます。